阪神タイガース佐藤輝明選手と森下翔太選手が開幕から絶不調となっています。この2選手が打てなくなってしまった原因と今後の復調についてお話ししていきます。開幕からの佐藤輝明選手の状態からまずは見ていきます。今シーズンはキャリア初の30本を期待されたシーズンでした。1年目は打率が課題になって、2年目は打率は上がったけれどもホームランが少し減ってしまった。3年目はなんとか30本打てるんじゃないかと、そんな期待がかけられていました。ただシーズン始まってから1割7分5厘ホームランなし、2塁打が5本、フォアボールが9つ、出塁率は2割中盤ぐらいで OPS が 0.5 前半ぐらいという数字になってしまっています。岡田監督は結構辛抱強く5番として使っているんですけれども、渡辺選手がサードでスタメン起用されることもありましたし、チームの主軸としてもともと期待されていた選手ではあるんですけれども、現在はレギュラー落ちの危機というところですね。佐藤輝明選手はもう5番バッターとして不動のレギュラーで、ホームランももうそれなりに出ているというところが期待されていたわけなんですけれども、現状はホームランが1本も出ていないと。2年目のシーズンで少し期待値が下がってしまって、3年目、この年やらなかったらファンも首脳陣ももうちょっと期待ちっちゃくなってしまうぞという話があったんですけれども、現実的にそういった状況になってしまっているという状況ですね。では佐藤輝明選手が打てなくなってしまった最大の理由について見ていきましょう。佐藤輝明選手が打てなくなってしまった原因として、元プロ野球選手で元プロ野球のコーチである伊勢隆夫さんがこのような話をしています。単純に軸足に体重が乗り切らないままスイングしてしまっている、ためがないから打球が飛ばないという話をしています。本人はためを作っているつもりなんだろうけれども、外角のボールになる変化球にくるくると空振りをするシーンを見ると明らかにためがないという話ですね。1年目が良かった、荒さはあったもののスイングは力強く一発で仕留める思い切りの良さもあった。ところが内角攻めなどでスイングを崩されてしまって、ホームランよりも確実さを求めて当てに行くような形になってしまって、打者としての怖さがなくなってしまった。今年に至っては構えからして変わっているという話ですね。つまりインコースとか攻められるようになってしまって、バッティングが崩れてしまって、なんとかヒットをというようなスイングになってしまうからこそ、軸足に体重が乗り切らないままスイングしてしまっている。だから打球が飛ばないということを伊勢さんは指摘しているわけですね。続いて松井秀喜さんも佐藤輝明選手について、今の形じゃ何回やっても打てないというふうに話していたと。こちらを見ていきます。松井秀喜さんは2022年のシーズンの終わりに佐藤輝明選手の打撃についてこのようにコメントしています。考え方というかアプローチも大切、今の打ち方だったら何回やっても打てない、ピッチャーの一人一人に対する対策が必要になりますよねというふうに語っているわけですね。そして、先ほどもご紹介した伊勢さんは、私は考え方から見直すべきではないかと思うと。具体的に言えば、率を残したいのか、それともホームランを打ちたいのか。決して一方を捨てろと言っているわけではないけれども、現状は両方を求めてどっちつかずのバッティングになってしまっているという話をしているわけですね。松井秀喜さんは、しっかりと相手投手の研究をしたり、一人一人のピッチャーがどういう配球で投げてくるのかとか、そういったところをしっかりと整理して、その上でバッターボックスに入ってスイングすると。伊勢さんに関しては、自分がどんなバッターになりたいのか、しっかり自分自身を見つめ直すということが大事ということですね。両者ともに考え方、メンタル面というか思考の部分でもう少し考えなければいけないという話になっています。ではファンの方々から1年目の佐藤選手に戻ってほしいという声が多数あります。こちら見ていきます。ではファンの方々の現在の声見ていきます。1年目のような迷いのない豪快なスイングを見たいという声が結構上がっていますね。ツイッターでは1年目の豪快なホームランの動画なんかが結構拡散されていて、この頃が懐かしいなと、この頃に戻ってほしいなっていう声が結構ありますね。2割5分でいいから30本打つような、そんな豪快な選手になってほしいという声も結構上がっています。また1年目、やっぱり佐藤輝明選手がバッターボックスに入ると見ていてワクワクすると、そんな感じがあったと思うんですけれども、そんな佐藤輝明選手をもう1回見たいと、当てに行ってヒットにするとか、率を残すとか、フォアボールを取るとか、そこだけじゃなくてやっぱりホームランが欲しいなと。あとはいろいろ期待されすぎてしまって、いろんな声があって、なおかつ、いろんな打撃フォームのいじられるとか、そういうこともあって、でも一度原点に戻って1年目のようなバッティングを見せてほしいと。そして現在はレギュラーをちゃんと確保できるかどうかというような感じで、今までとは違っても主軸選手というところではなくて、少しそこから落ちてしまったような感じで、期待値が、ファンの方々も少し下がってしまったと。だからこそ1年目の佐藤輝明選手のような豪快なスイングをしてももういいんじゃないかというような話が結構出ています。
続いて森下翔太選手も開幕後一気にダウンしてしまったんですけれども、こちらについて見ていきます。森下選手ですけれども、皆さんご存知の通り、オープン戦では新人離れしたものすごい成績を残しました。打率が3割1分4厘、2塁打3本、ホームラン3本、打点が8、出塁率3割9分7厘、OPS 0.946 と、チームの中でのトップクラスの成績を残しました。そしてレギュラーを獲得して開幕スタメンで迎えたんですけれども、開幕してから数試合、デッドボールもあってか、成績が急降下してしまったんですね。降格する直前はもうバットがなかなか出なくなってきてしまって、岡田監督もバット出なくなってしまったなと、まあ、結構そういったコメントもあって見逃し三振なんかも多かったんですね。一軍降格前の成績まとめると、1割6分1厘、2塁打が1本、打点5つ、出塁率2割2分9厘、OPS が 0.422 ということですね。オープン戦とは全く違った姿になってしまいました。4月16日の出場を最後に早々に2軍降格ということになってしまっています。では森下選手が急に打てなくなってしまった大きな原因について見ていきましょう。森下選手が急に打てなくなってしまった要因についても伊勢さんがこのように語っています。外角主体だった配球が内角も攻められるようになったと。オープン戦では外を中心に攻められていたけれども、開幕してからインコース攻められるようになったということですね。そして内角も外角も打ってやろうと躍起になってしまい、結果どちらも打てなくなってしまったのだろうと。こういった攻め方、インコースを新人に攻めていくっていうのは、新人にとっていわば通過儀礼のようなものだけれども、森下選手はそこでドツボにはまってしまったと、まあ、ピッチャーキャッチャーの戦術にはまってしまったということですね。まあ、ただ伊勢さんはファームでは気持ちを整理してフォームの不備をしっかりとチェックすれば、それほど時間もかからずに一軍に上がってくるんではないかというふうに話しています。佐藤輝明選手についてはもう本当に根本的なところから結構厳しいので、かなり長くかかるんじゃないかと、そんな話もあったんですけれども、森下選手は打撃そのものを大きく修正しなければいけないということではないから問題ないんじゃないかという評価になっています。ではファームに落ちた森下選手、2軍での成績はどれぐらいなのか見ていきたいと思います。森下選手は2軍降格後、しっかりと成績を残している復調の兆しを見せています。打率としては4割1分7厘12の5、2塁打が1本、打点が1つということになっていますね。リフレッシュをして自信をつけて再昇格すれば、また1軍でもしかしたら結果が残るという可能性も結構見えてきました。降格した時にも手応えを感じたっていうコメントを森下選手は残しているんですね。初めての投手ばっかりなので難しい部分はありますけれども、打てなくて仕方ないと思っているので、状態は悪くないので早く結果を出したいというふうに話しているんですね。なので、1軍のピッチャーも、一周していろんなピッチャー経験していけば、打てるようになるんじゃないかというふうに森下選手は手応えをつかんでいるわけですね。2軍で順調に結果を出していけば、今後は守備もそれなりにできる選手ですし、走塁も悪くない選手ですから、1軍のバックアップの選手、調子がいいときはスタメンで出る、まずはそんなところから昇格もあるんじゃないかと思います。以上です。